おはようございます。今日も JR 東海をご利用いただきましてありがとうございます。ホームライナー多治見4号名古屋駅です。停車駅は宝蔵寺、千種、片山、名古屋の順に停車いたします。停車駅にご注意ください。次の宝蔵寺には8時3分、千種8時25分、片山8時32分、終点名古屋には8時38分の到着です。この列車は全車指定席です。お手持ちの乗車券、定期券の他に1枚320円の乗車整理券が必要です。券売機であらかじめお買い求めいただきました乗車整理券には号車と座席が記入されております。お確かめの上ご利用ください。また乗車整理券をお持ちでないお客様、この後参ります車掌にお申し付けください。この列車はただいま8両編成で運転しております。前から8号車、7号車の順で一番後ろが1号車です。なお前より2両8号車、7号車はご乗車いただくことができません。また一番後ろ1号車はグリーン車でグリーン券が必要です。お客様にお願いいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。車内で迷惑行為を受けたり見かけられた時や不審な荷物を発見された場合は車掌または駅係員までお知らせください。また緊急用意する場合には車内の SOS 表示のある非常ボタンを押して乗務員にお知らせください。この列車を担当いたします乗務員は運転士宮地、車掌は酒井と川村です。終点の名古屋までご案内いたします。ご乗車ありがとうございます。次は宝蔵寺、宝蔵寺です。